日本神奈川県川崎市宮前区詐欺沼は神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は詐欺沼1丁目から詐沼4丁目で住居表示未実施区域。郵便番号は216-0004。面積は0.751平方キロメートル。川崎市宮前区西部に位置する。東急田園都市線の詐沼駅周辺が商業地となっているほか、 その周囲は住宅地となっている。また、八神川の支流である有馬川の水源地ともなっている。鷺沼は北東端で土橋や小台と東端から南端にかけて、有馬と西端では犬倉や横浜市青葉区の美しが丘、新石川と接する。面積は以下の通りである。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 詐欺沼2丁目2番13の地点で32万七千円平方メートルとなっている。当地は昭和中期までは家が数軒の他には農地と山林が続いている地域であり、有馬などの一部であった。戦時中に軍用地として多くの土地が接収され、当地には昇空隊も設置された。戦後には軍用地が解放され、元の耕作者へと売り渡されたものの、 税負担の問題もあって、昨日した旧軍人へと渡った土地も多かった。駅前から玉プラーザまで美しい桜並木が続く。その後、東急の総水、後藤景太自ら温度を取った玉田園都市計画が進行し、当地でもその一環として、東京急行電鉄による代行方式で有馬第一土地区画整理事業が行われ、その結果、詐欺沼の町名が誕生した。 1987年10月に発表された基準地地下上昇率で玉プラーザを最寄り駅とする美しが丘に続き、詐欺沼の住宅地が2位となった。当地に詐欺沼谷と呼ばれる宿が長く伸びており、それを元にして有馬村に設置されていた詐欺沼高地という小技に由来する。区画整理がなされる前の字は一家のようになっていた。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急電園都市線が駅内を通過し、詐欺沼駅が所在する。詐欺沼駅を起点として各方面へのバスが東急バス、川崎市交通局の2事業者によって運行されている。ありがとうございます。